皆様こんにちは、絶望ライン校でございます。本日は受け合い派遣労働ということで、派遣場所まで品川駅から向かおうと思います。朝の品川駅、ご覧の通りたくさんの労働者の方で、溢れ返っております。朝食を常盤軒で食べようかと思います。続きまして駅弁を購入いたします。こちらが本日乗車予定の、労働者強制輸送鉄道、通称あずさ5号となります。こちらが座席になります。広々としておりまして、なかなか快適に目的地まで過ごせるのではないかと感じております。まずはですね、8時半に2度目の朝食をいただこうかと思います。1100円と高級な幕の内弁当ですね。こちらが目的地の韮崎となります。山梨県韮崎市、非常にのどかな場所で、こちらが本日の私の派遣先ということになります。山梨県韮崎市のシンボルであります平和観音。そしてこちらが本日の目的地、韮崎市古直市工業団地になります。コロナ禍の工場が私を待っております。皆様見えますでしょうか、富士山がですね、ここから望むことができます。昼休憩となりましたので、駅で購入しましたとんかつ弁当を食堂を借りまして食べます。周りの皆さんは皆さん正社員でございます。本日頑張った自分へのご褒美として、札幌の黒ラベル、こちらをいただきたいと思います。ウォーウォー、生きてるのつらいね。